沢登正明です。静岡といえばやはりサッカーです。サッカーを通じて人間的にも成長できるようなことを目指したいと思いますし、子どもたちにもよりサッカーを楽しみながら上手くなりたいという気持ちを、ね、大事にしながら、これから練習等で頑張ってほしいと思います。頑張ってください。